はい、皆さんこんにちは、サンズです。パート1がフォトショップ、パート2がアフターエフェクツの講座になっています。はい、ということでここからはアフターエフェクツの作業になります。先にコンポジションを作っておきましょう。1920×1080、10秒間のコンポジションで、コマ数はシネマティックにしたかったので 23.976 にしております。まあ24コマですね、いわゆる。では先ほどのレイヤーを読み込みます。読み込む際はコンポジションで読み込んでください。フッテージにすると1枚の写真としてしか読み込まれないので、コンポジションでレイヤーサイズを維持、この状態で OK をしてください。そうすると先ほどレイヤー分けした状態のまま読み込まれる。こちらの素材をコピーして、こちらのコンポジションにコピーします。写真の素材の方が5120×2880 ってすごいでかいサイズだったので、 HD サイズのコンポジションにコピペすると結構でかくなってしまうので、一回ヌルを使ってざっくりとサイズ感を合わせましょう。ヌルを使わないでスケールだけでやってしまうとですね、それぞれの位置が微妙にずれてきちゃうんですね。こういう風に、これはちょっとあまりよろしくないので、ヌルなどを使ってリサイズすることをおすすめします。新規ヌルオブジェクトで、まあこのリサイズ用のヌルなんで、リサイズした後はもう捨てちゃって大丈夫です。まあこういった形で、まあざっくりと、でこのヌルはもう消しちゃって大丈夫です。そうすると、まあ比率保ったままざっとリサイズすることができます。はい、ではですね、こちらのレイヤーを 3D レイヤーにしましょう。で、分かりやすくするためにカメラを適用します。で、カメラの動かしはまあシンプルなものをつけようと思ってるんですけども、このまま今どういう状態か見てみるとですね、カスタムビューにしてみると分かりやすいんですが、まだレイヤー自体は 3D に分かれていないので平面になっています。まあこういった形ですね。ではこれを 3D 上に配置していきます。主人公たちのレイヤーの位置を Z 軸が0の位置にしておきましょう。背景の空のレイヤーを奥の方に持っていきます。 Z 軸でマイナス5000とか6000とかに一回しておきましょうか。そしてスケールで拡大してしまいます。背景にとても大きな映像が、写真がある状態です。続いてこのロック、主人公たちより奥にあると思うので、まあマイナス2000ぐらいにしておきましょうか。マイナス2000というか、2000ですねにして、こちらも奥に行ってから拡大してみましょう。写真が見切れるぐらい、このぐらいですかね。はいはい、じゃあ実際にカメラワークを作っていきます。カメラだけでコントロールするよりも、ヌルと紐付けてコントロールした方がしやすいので、ヌルと紐付けてコントロールしていきます。カメラの位置をヌルにコピペして、こちらを紐付けます。カム、ヌルの名前はカメラ、カムとかにしておきましょう。こうするとカメラの位置にこのヌルがついた状態になってます。今レイヤーの位置関係はこういった感じになっております。まあ簡単なカメラワークをつけていきましょう。決まりの位置はまあここだとして、一回現状の時点でキーフレームを打っておきましょう。後で調整するので2秒目あたりに一回キーフレームを置いておきます。でですね、ズームするとこういった形で Z 軸で分けられているので、ズームしたりパンしたりするとこういった形で奥の背景と微妙にズレが、少しリアルなズレが出るので、ちょっと立体感が出てくる感じになります。まあざっくりとカメラワークを作っていきましょう。奥の岩肌のあたりから、岩肌に突っ込んだこのあたりからこの位置へ引いていくようなアニメーションにしましょう。はい。
でですね、カメラワークをもう少し滑らかにしたいのでイーズをかけます。なんですが、その前に位置を次元に分解しておきましょう。これは X、Y、Z をそれぞれ別々に扱う項目になります。それぞれの項目にイーズをかけて、値グラフでざっくりとですが滑らかにアニメーションが止まるようにします。まあ少し初動の動きが早いですね。で、もう少しゆっくりにしましょう。こう結構じんわりとアニメーションしているような感じになります。で、さらにカメラをその勢いでこう横スライドしたいのでこうしておきましょう。で、さらにX 軸だけキーフレームの位置をずらしておきます。こんな感じですかね。ちょっと Z ももう少し引きたいのと、足が切れちゃってるんでこうしましょうか。はい、まあじんわりズームして若干そのままの勢いでドリーするみたいな、ズームバックしてカメラがバックして若干こっちに若干ドリーするみたいな動きができました。はい。でですね、こうやっていくとこの辺りとか背景のこの雲の部分とかが切れてしまうので、そこは適時ちょっとサイズを大きくしたり、こう大きくしたり、もしくはものによってですがモーションタイルなどでエッジを複製するっていうこともできます。モーションタイル、モーションタイルを適用してミラーエッジ、こういった形で今ここの岩肌を少し反転させたもので複製しています。まあこれでもいいのかなっていうところで、こちらの岩肌はモーションタイルで複製しました。はい。これで大まかな動きはできたんですが、いかがでしょうか。結構これだけでも立体感が出ていい感じだなっていうところではあるんですが、さらにここに煙のようなものをこの宇宙飛行士の手前と奥に少し足すことによってさらに臨場感が出ると思うので、その動きをつけていきたいと思います。簡易的に煙を生成したいのでフラクタルノイズを使いたいと思います。あ、タービュレントノイズかな。はい、タービュレントノイズを使って煙を作っていきたいと思います。こう回転の展開の部分にエクスプレッション入れて少し動いてるようなアニメーションをつけます。タイム ×100 としておきましょう。このレイヤーだけ見るとまあこれこういう感じでうねうねしています。まあちょっと100だと早いですね。煙にしては30かな、30ぐらいにしてみましょうか。まあこんなとこでしょうかね。じゃあこちらの名前をスモークとしておきましょう。でこちらのレイヤーも 3D レイヤーにして、とその前にざっくりと形を煙の形で切っておきましょう。なんとなくまあ下に漂ってる煙なんでこういった感じで切っておきます。で F でフェザーになるのでフェザーでこのボケ足をつけておきます。そして 3D レイヤーにします。
そうするとこういった形で煙ができました。ただちょっとこれだと見た目的に黒い雲になってしまっているので、レイヤーの乗せ方をスクリーンにします。こうすると結構この背景に馴染んでくるんじゃないでしょうか。でですね、煙をもっと手前に置きましょう。こういった形ですね、主人公たちの手前に。でサイズをもうちょっと大きくしておくという感じです。まあもうちょっとこのこういう感じでガスってる感じにしましょうか。こういった感じですね。ちょっと回転が早いのかな、じんわりと10とかにしときましょうか。でですね、ちょっと色味も少し白すぎるので、この背景に合ってる感じでちょっと黄色っぽくしておきましょう。トーンカーブで赤と緑を足して少し黄色っぽい感じにしておきます。こんな感じですかね。はい。で煙の形も先ほどラフでマスクを切っただけなんですが、まあこういった形でちょっと見えるところを調整したりしてください。はい。でこのレイヤーをさらに複製しまして、主人公たちのさらに奥、主人公たちの位置が0なので0より奥にしましょう。で位置を下げます。そしてスケールで拡大、主人公たちのさらに奥にこの煙のレイヤーを置いておきます。ちょっと薄さが色が濃すぎるのでちょっと薄く入れておきましょう。こうすると奥のはもうちょい濃い方がいいかな。こうするとですね、やっぱり少しだけでも何かこう対象物というかディティールがあると移動感が結構わかるような気がします。でですね、ちょっとこの手前のレイヤーまたいでる時にここでパカってちょっとなっちゃってるんで、ここはフェードで調整しましょう。パカってならないように0から100へフェードで煙が出てくるようにしましょう。手前の煙はもっと濃くてもいいですかね。煙をもう少し流した方がいいかもしれないですね。手前から流れてくるようにしましょう。はい、そうですね、少しこっちの方が動きが出てくる感じがすると思うのでこうしてみましょうか。はい、さらにもう少し絵に臨場感が欲しいので、カメラの方向にウィグルを少しだけ入れてみましょう。1カンマ1。ちょっとこれだと動きでかすぎるかな。ポジションにもちょっとウィグル入れようかな。カメラのポジションと方向にウィグルを入れます。 0.1 カンマ
10ぐらいにしようかな。背景の空が少しやっぱ切れちゃってるんで、モーションタイルで拡大しましょう。はい、はい、いかがでしょうか。カメラのカメラの方向と位置にウィグルを入れることで結構リアルな手ぶれ感みたいのが再現できたと思います。こういった感じですね。はい、今回のビギナー向けのチュートリアルは以上となります。写真を切り抜いて 3D 上に 3D レイヤーにして配置する、カメラワークをつける、浮遊物ガスとか煙とかを配置することで立体感が出るってことが学べたかと思います。またカメラワークをつけることでリアルな動きになっていくのも分かったかと思います。はい、このチュートリアルが勉強になったという方は高評価、チャンネル登録いただけるとありがたいです。コメント等もいただけるとありがたいです。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またチュートリアル作っていきますのでよろしくお願いいたします。ではまた。